年齢とともに痩せにくいと思っている方は今回のエクササイズがぴったりです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、褐色脂肪細胞の活性化エクササイズということで、たったの20秒、2種目紹介していきます。痩せ脂肪細胞とも言われている褐色脂肪細胞なんですけども、どういった脂肪細胞かというと、脂肪をエネルギーに変える脂肪細胞になります。もう一つは、白色脂肪細胞といって、体の前側にある脂肪細胞になります。基本的には脂肪のつきやすいお腹、お尻、太もも、そういったところにあります。そして逆に、脂肪を燃焼させる褐色脂肪細胞というのは体の後ろ側に多くてですね、首、肩甲骨、脇の下、腰回り、そういったところに褐色脂肪細胞があります。そこを使うことによって活性化させることができます。そして活性化させることによって痩せ体質を保つことが可能になります。この褐色脂肪細胞なんですけども、幼児の頃から30代にかけて 50% も減ってしまうと言われております。そして40代になってしまうと 30% しか残ってないと言われております。とにかく年齢によって太りやすくなっていくというのは確かです。そこで褐色脂肪細胞というのは再度増やすことができませんから、とにかく定期的に使って活性化させることが痩せるためのポイントになります。もちろんそれだけでは痩せることが難しいのは確かです。食事の管理、筋力トレーニングなどももちろん大切ですけども、今回は体のメカニズムということで、褐色脂肪細胞を活性化させて、痩せ体質を作る、といったことにおいてエクササイズを紹介していきます。食事からももちろん褐色脂肪細胞を活性化させるってことが分かってまして、唐辛子やニンニク、緑茶、そのようなものから褐色脂肪細胞を活性化させられると言われております。ですが今回は、毎日20秒で褐色脂肪細胞を活性化させるエクササイズをやっていきます。では、やり方を紹介します。ポイントは前より後ろを使うということです。首、肩甲骨、脇の下、腰回りを使うということになります。ですので、手っ取り早いのは背筋です。ですが、背筋では肩を動かしてませんから、肩を動かしながら背筋を行っていきます。2種目紹介していきます。1種目目は、手を万歳して体を起こします。こっからさらに体を起こして気をつけに持ってきます。この時に肩甲骨をしっかり寄せます。そして体をしっかり持ち上げて腰回りを使います。この高さをキープしたままで手を戻していきます。手は大きく振ってください。そうすることで肩甲骨、肩を動かすことができます。もう一種目です。万歳から体を起こして一気に肩甲骨を寄せながら肘をグッと引きながら体を起こします。で戻ります。万歳から体をさらに起こしながら肩甲骨を寄して帰る。今の2種目のエクササイズを行うことで首、肩、脇の下、腰回りを使うことができてます。これを一緒に各10秒ずつ計20秒一緒にやっていきましょう。これで褐色脂肪細胞が活性化させることができますので、脂肪をガンガン燃やす体質を作ることができます。それではまずは気をつけからです。いきましょう。いきます。はい、今度は肘を引いていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
お疲れ様でした。もうめちゃくちゃ首と背中と腰回りが熱いです。めちゃくちゃ燃えてる。これを毎日20秒やってみてください。そうすることで脂肪を蓄える白色脂肪細胞ではなく脂肪を燃やす褐色脂肪細胞が活性化させられて痩せやすい体を保つことができます。頑張ったのできなかったのよかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数少ない時間で効くエクササイズを紹介していきます。よかったらチャンネル登録の方もしておいてください。チャンネル登録した方はですね、横に鈴があります。鈴を押してもらうことで動画の更新が通知されるようになりますので、よかったらそっちの方もボタンピッとよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。 Thank you.